その後の調査の結果はどうだ？芳しくないな。あの3人はあまりにも近づきすぎて。おのれ、同じアトリエに所属しているというだけで調子に乗りよって。やはりここは天罰を下すしかあるまい。どうり、我らがやらずに誰がやる。時期尚早ではないか。いずれはやらねばならぬことだ。よし、ならば早速計画を行動に移さねばな。全てはニケ様のために。遅くなっちゃったな。急がないと。待て。どうしたの？誰かに見られている。気をつけろ。え？あ。うわ、な、何？我らが野望のため、貴様には死んでもらう。ちょっと。一人は弱いが、よく訓練されている。このままで自利品になるな。一体、何なんですか、あの人たち。こっちが聞きたいくらいだ。ともかく固まって動いた方がいいだろう。アトリエまで行けば、他の連中もいる。よりないわ。君でもいないよりはマシだ。そんな、いいんだ。よし、これより強行突破をかける。はぐれるなよ。
アトリエがこんなに遠く感じたのは初めてだ。あんたら遅いじゃない、たるんでるわよ。ん？君たちは無事なのか。無事って何がいい。変な連中に追われてたんだ。てっきりみんなもそうかと。連中？何言ってんの？遅刻の言い訳するならもっとマシな。あ、あ、まずい。ニケさんだ。逃げろ。今の人たち？うん、ずっと追いかけられてて、何がなんだか。そっか、あの人たちか。おお、その顔は知っている顔だな。いえ、あ、何にも知らないんだよ。怪しい。素直に白状するならよし。さもなくば無理やりにでも。無理やりって何するつもり？何でもいいから好きに薬を作る。オリジナリティあふれるものをな。好きに作っていいですか？やったの作成は中止だ。それで、あいつらは何者なんだ？うちのファンクラブの人たち。ファンクラブ？いつも歌を聴きに来てくれる人たちなんだ。そのファンクラブの人たちがなんで僕たちを襲うの？嫉妬？いい迷惑だな。あんなに大勢の男を狂わすなんて、うちも罪な女に。男性の色がない。やはりヒロの薬だ。待て待て、ちゃんと言っとくから。アトリエの男たちは眼中にないって。微妙に引っかかるが、まあいいだろう。来るね。
しい。ニケにこれほどまでのカリスマがあるとはな。俺様ともあろう者が奴の実力を見誤っていた。これ以上何事も起きなければいいんだが。不吉なこと言わないでよ。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。見ろ、上場の出来だろ。頼まれていたものできたよ。調合済ませておきました。どうぞこれを。調合終了。よーし、みんな課題は終わったね。明日からはいよいよ学園祭だ。はいはい、静かにして。今年のメインイベントはなんと学園オーダーウルトラ錬金クイズでしょ。あれや、もうバレバレか。ま、そういうことだ。参加希望者は2人1組で今日中に申し込むようにね。そうだし、出てみてもいいかな。だったら今日中に相手を探さないとね。うん、誰と行こうかな。全然普通じゃないや。荒っぽいの嫌だな。
して今回はなんと特別審査員としてこの方が来てくれた。御年108歳を迎える錬金術界の生き字引ピエール・ゴメス先生。有名な人なのかな。私は聞いたことないけど。先生、本日はよろしくお願いします。先生、先生、先生、返事をしてください。寝ていたが、なんだか向こう岸に綺麗な花畑が見えてな。いろんな意味で時間がないようなので早速問題を発表します。最初の問題は巨大魚の捕獲、上位10名にポイントが与えられます。巨大魚？魚釣りか？どこがクイズなのかしら。ふざけんな司会者、金返せ。正式に物は投げないでください。先生、一言お願いします。釣りは錬金術に欠かせぬもの。一流の錬金術師は皆一流の釣り師でもある。まあ先生がそう言うなら、一言でみんなを黙らせるなんて。でもなんだかごまかされたような気も。では制限時間はこれより1時間。それまで魚を釣ってここに戻ってくること。それでは競技スタート。私たちも急がないと。普通に楽しまない。ここで邪魔をせず、いつ邪魔をするんだ。無理して邪魔しなくてもいいじゃない。文句言わず来い。後で焼きそばおごってやるから。ああ、綿あめとリンゴあめも。いくらでも買ってやる。ほら行くぞ。